皆様こんにちは。兵庫警察署長の三木でございます。よろしくお願いいたします。本日は大変暑い中、小泉兵庫区長をはじめたくさんの代表の方々、また当初の夏の交通事故防止運動に際しまして、交通機動隊、さらに神戸市市バスの車両が2台参加していただいております。また音楽隊もこの後素晴らしい演奏でこのセレモニーを盛り上げていただきます。この度は神戸市バスの、先ほど司会もありましたように、市バスの105台に交通安全の啓発を込めた、横断幕を2種類、掲載していただきまして、交通安全啓発に努めていただきます。この度、リクシルトータル株式会社様、また自家用車協会の方々に対しまして、このご支援に対してですね、この場を借りて御礼申し上げます。本当にありがとうございます。兵庫区の交通情勢、少し簡単に触れてみますと、昨年なかった死亡事故1件が発生し、一つ間違えば死亡事故につながる人身事故が昨年より増えております。5月末現在の統計で24件、プラス7となっております。交通事故の件数については、1日あたりですね、人身事故が1件、物損の交通事故は6件、そういう状況で発生しております。また、特徴を簡単に言いますと、交差点関連での事故が 84.6% ということで、交差点またはこの付近で発生している事故がほとんどです。県下平均の交差点または交差点付近での発生している事故が 71% ということを比べるとですね、兵庫内の事故の、交差点での事故がですね、いかに多いかが分かると思います。また車両の種別であればですね、自転車の事故が約 30% ということで、これ県下平均が 24% なんですけども、この自転車の事故が多いというのもですね、非常に、兵庫区の特徴であります。こういった特徴を踏まえて、兵庫警察としましてはですね、平素から交通監視活動、レッド走行、または交差点関連のですね、交通違反の取り締まり、さらに各種関係機関、団体と協力しながら、交通安全の啓発活動を推進しているところでありますが、この度の交通夏の事故防止運動にあってもですね、神戸市市バスさんの絶大なる協力を受けまして、歩行者に対する啓発、さらに車両運転者に対する啓発をですね、進めて、事故のない安全で安心な兵庫区を目指してまいりたいと思います。今日車列で、整列している兵庫署員、または交通機動隊員の皆様にあってはですね、先ほど言いました当初管内の交通事故防止事故情勢を踏まえ、交通事故に直結する違反の取り締まり、さらに交通市バス、関係団体等との連携をした、交通啓発活動にですね、尽力していただきたいと思います。最後になりましたが、今年間もなく梅雨が明け、猛暑がやってくると思われます。またこれから夏休み、またお盆期において、行楽シーズン、また帰省シーズンということで、交通量が増え、また交通流が変化する時期になります。ここにご臨席の皆様、またご参加いただいた皆様にあっては、余裕のある運行計画を立てられて、十分な睡眠休憩をとって、安全なドライブを楽しんでいただきたいと思います。最後になりましたが、本日ご臨席の皆様のご健勝とご多幸を記念しまして、今年の挨拶に返させていただきます。本日は誠にありがとうございました。兵庫警察署長令、
体止血を受けますのは兵庫県佐生山本交通課長以下白バイ6台パトカー1台交通安全抗議しバス2台です。サイレン鳴らせ！